小人ハヤブサとはハヤブサめハヤブサかに分類される蝶類の一種。体長は2 0トルと小型。翼を広げても翼自体短いので翼服は約4 0トルしかない。胸の羽毛が白色で頭頂部と翼の根元が灰色の羽毛で覆われている。背中の羽毛の色がオスメスで異なっており、オスの背中が灰色、メスの背中が茶色となっている。お葉は 黒白のツートンカラーで飛ぶ際には線形に広げて飛ぶ。翼は黒地に白の水玉模様となっている。顔は口と目以外は羽毛で覆われているが、口元と目元が赤、または濃いオレンジ色をしている。くちばしは鍵状に鋭く曲がっている。乾燥した草原や木がまばらに生えている。半砂漠地帯に生息する。植生は肉食で昆虫やトカゲ。 血種類を餌とするが非常に攻撃的な性格なため、飛行中の小鳥を攻撃して仕留めることもある。繁殖期間は地域によって異なり、アフリカ北東部は6月から12月、アフリカ南部は8月から3月にかけて1年の間に最大で2回繁殖を行う。巣は自分たちで巣作りは行わず、はたおり鳥カの巣を利用して規制、または強制する。 卵は2から4個産卵し、1ヶ月間放卵する。その間オスは餌を探しに、巣貝に出るため放卵は、メス1匹だけで行う。1ヶ月後にヒナが孵化するがメスは、最初に産んだ卵を先に放卵するため、一斉に孵化することはなくヒナ鳥たちの成長度合いが異なることがある。卵から帰ったヒナ鳥たちは27から40日ほどで巣立ちするが、巣を出たから、 さらに2ヶ月間は親鳥のそばを離れない。小人はやぶさはアフリカ大陸2つの地域に分布している。1つは南スーダンエチオピアソマリアからタンザニアまでのアフリカ東部の地域。もう1つはアンゴラから南アフリカまでのアフリカ南部の地域に生息している。 フォーコネット DAFRIQUE-POLIHIERAXSEMITORQUATUSOISEAUX.net2018、e e e、年5月28日閲覧。AB ポリハイラックスセミトロクチャスペラーグリーングローバルラプターインパクトネットワーク2018年6月4日閲覧。ABCD ダニエルダベオアデュ ポリハイラックスセミトロクタス、インフォメーション。animaldiversty.ummz.umich.edu2018 i,、M M M I C、2018年6月4日閲覧。ポリハイラックスセミトロクタス。ありがとうございます。